本日はですね、赤いプロフェッショナルから発売になりましたですね、DJ 用のコントローラーについて、説明とですね、紹介をさせていただきたいと思います。赤いからで、いわゆるこの本格的な DJ 用のコントローラーということですと、初のラインナップになりますね。モデルで言いますと、向かって右側の方、いわゆるミキサーのような形している方ですね。これが AMX という商品ですね。で、今度左側の方、こちらがですね、エフェクター類のコントロールなんかに使うものなんですけれども、AFX という名前の商品になりますね。でこちらが同時に発売になりまして、ちょっと早速ですね、一つ一つ、どんな特徴を持っているのかというのを説明していこうと思います。ではまず右側のこのいわゆる AMX の方ですね、こちらから説明させていただきます。こちらですね、いわゆる絵でいう見た目でいうといわゆるミキサーのような形してるんですけれども、いわゆるオーディオインターフェース内蔵の、DJ コントローラーいうような形になりますね。で、付属ソフトで、セラート DJ、いわゆるセラート社の一番ハイグレードのソフトですかね。セラート DJ が、付属、まあダウンロードでの提供になりますけれども、付属ということになりますね。で、上から説明していきますと、こちらのがブラウズノブ、曲をいわゆるブラウジングするためのノブですかね。で、ちょっとこれを触ってパソコンの画面を見ていただきますと、こんな感じですかね。でじゃあこの曲、いわゆる右側に読ませるのか左側に読ませるのかをこのロード1、ロード2で切り替えるという形になりますね。で下のところがシンクボタン、いわゆるキューボタン、いわゆる再生ストップボタンですかね。でいわゆるキューミックス、いわゆるヘッドホンのモニタリングのミックスを聞くのかキューを聞くのかというところですね。でヘッドホンのボリューム、キューゲインですね。でここにマスターボリュームがありますね。で両サイドにですね、いわゆるチャンネルゲインですかね、トリムですね。あと3バンドの EQ がありまして、下にいわゆるフィルターのコントロールがあると。で、下の部分がですね、まあ、チャンネルフェーダー、いわゆる縦フェーダーってやつですかね。で、ヘッドホンでモニタリングするための Q ボタン。で、下にクロスフェーダーがついていると。このクロスフェーダーもちょっと特徴ありまして、ここにイノフェーダーというふうに書いてあるんですけれども、いわゆるスクラッチなんか好きな方はご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、ね、非接触型と言われるような、フェーダーで、いわゆる激しいパフォーマンスにも耐久性も高くて、いわゆるフェーダーカーブなんかも急なカーブができるようないわゆるフェーダーが内蔵されているということになりますね。あとフロントですね、こちらの方っていうのはいわゆるフェーダーのカーブが切り替えられるつまみ、ボリュームつまみ、あとはヘッドホンアウトですね。これ本体はかなり薄くてコンパクトな形のものになりますので、これはミニジャックですね。8分の1サイズ、イヤホンのジャックがヘッドホンジャックとしてついているという感じですね。あとはちょっとリアパネルいってみましょうかね。リアパネルこんな感じですね。インプットが1、2とあります。でここがアウトプット、今これ実際にターンテーブルがつながってるんですけれども、ターンテーブルのアース線をつなぐ端子、あとはパソコンとつなぐための USB 端子ですね。でこちらの方で入力でラインフォノというのも切り替えられますので、ターンテーブルまたは CDJ みたいなものですかね、そういったものもつなげるような形になっております。これは通常のミキサーとしては使えないんですね。そうです、これはあくまで、オーディオインターフェース内蔵の、DJ コントローラーという形になりますので、セラート DJ といわゆる連動して初めて動くような形になります。なのでパソコンと連動しない状態では動かないですね。はい、でディアパネルのですね、設定はそのような形になっておりまして、今実際にですね、こちら1番の方に、ターンテーブルがつながっております。で乗っているのはですね、セラートスクラッチライブと書いてあります、まあセラート用の、バイナルコントロールですかね、コントロールバイナルが載っておりまして、いわゆる DVS というソフトウェア のプラグイン、拡張オプションを入れていただきますと、タイムコードのバイナル、もしくはタイムコードの CD ですね、でコントロールができるようになります。ですのでいわゆるスクラッチライブで SL2、SL3、SL4 みたいなことがこれ1台でできてしまうということになりますね。ですのでちょっと実際に今レコードプレイヤーの方を再生してみますね。今パソコンの画面、まあ、ちょっとループ組んでありますけれども、タイムコードのレコードでいわゆる再生ができると。
ですので、もちろんレコードをバイナルを、ということができるようになりますね。でこれはあくまでその DVS というあの拡張パックの方を、ご購入とか、まあ、追加していただくとそういうことができるようになるということですね。それはセラートのサイトから追加購入できる。そうですね、はい、そういう形になります。DVS エキスパンジョンパックというのは別購入が必要になりますので、こちらはセラート社のページの方からインターネット環境の整ったパソコンで、まあ、ご購入いただいてアクティベートを行っていただくというような流れになりますね。当店のみのスペシャル、とてもお買い得にご購入いただけますように、いろいろなサービスにもお付けしております。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。